岸田文雄首相の年収が30万円以上、閣僚は20万円以上アップになる。そんな法案が臨時国会に出されているとの一部報道にネット上が激しく反応。増税メガネなどと揶揄され、各社調査で支持率が過去最低水準に落ち込んでいる岸田内閣に対して恨み節が巻き起こった。日本の国会議員の給与は年2200万円、閣僚は4000万円ほどとされる。一部ネットニュースでは、今回提出の法案が成立した分に、閣僚が現在自主返納している分を差し引くと、首相で約31万円、大臣で約26万円の賃上げになると報じられた。政府が進める賃上げを閣僚が率先してやるということに理由にあるようだ。今国会の最大の争点になっている所得税減税の額は4万円。国民が物価高に苦しむ中で、閣僚の大幅賃上げとの何とも無神経に感じられる話題が上がると、年収30万円アップがトレンド入りした。ネット上には、自分なのは早い、しかも高額検討もしない、自分は30万円上がるもんとウキウキしながら、4万円減税をドヤ顔で言われてたと思うと腹立つな。国民の賃金は上がっていないし、物価高だし、国民の生活はますます苦しくなっているよ。増税クソメガネ、いい加減にしろ、早くやめろ、と非難の声があふれた。